ユニークな形をした巨大輸送機。アメリカ、ボーイング社のドリームリフターです。全長およそ72メートル、高さ22メートル。世界最大の輸送能力を持っていて、東海地方で作った旅客機、ボーイング787の部品をアメリカの工場に運んでいます。機体後部が90度に開き、そこから専用のリフトに乗せた主翼などの大きなパーツをそのまま積み込みます。大きな主翼がすっぽりと入りました。内部は広い空間になっています。ドリームリフターは世界に4機だけで、国内では中部空港にだけ飛来しています。